ミングを潰していくディフェンス、これがうまくいった印象はありましたよね。まだ相手に決定的な場面を作らせてませんからね。明治安田 J2 リーグ、藤枝マイ FC 対徳島ヴォルティス、両チームスコアレスで折り返します。明治安田 J2 リーグ、この時間は藤枝マイ FC 対徳島ヴォルティス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。徳島ヴォルティスがこの試合は 4-4-2 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、まあ、4-4-2 のフラット型、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね、まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、はい、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。中川リズムを刻む、組み立てながら攻め上がっていく、シュート、前半の3分の1が経過しました。藤枝マイ FC はここまでポゼッションを見ると相手を上回っているんですが、まだ決定的と言えるチャンスは作れていません。まあ持たされている感じはあるんですけど、思うようにやらせていない相手を褒めるべきかもしれませんよね。ボールを握りながらどこかでギアを入れていきたいですよね。おっと危ない、開いた、シュート、まあクリアが精一杯ですよね。エウシーニョ裏へのスルーパス、島吹杉田、いけるか、さあ左へ預けて、これは森、杉本へ、さあ右へ預けて、中野、さあチアゴアウベスと呼んでいた。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。滝谷ボールを奪いに行きます。体を張ったプレー、杉田、島吹、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。バーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、はい、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。中川リズムを刻む、組み立てながら攻め上がっていく、シュート、前半の3分の1が経過しました。藤枝マイ FC はここまでポゼッションを見ると相手を上回っているんですが、まだ決定的と言えるチャンスは作れていません。まあ持たされている感じはあるんですけど、思うようにやらせていない相手を褒めるべきかもしれませんよね。ボールを握りながらどこかでギアを入れていきたいですよね。おっと危ない、開いた、シュート、まあクリアが精一杯ですよね。エウシーニョ裏へのスルーパス、島吹、杉田、いけるか、さあ左へ預けて、これは森、杉本へ、さあ右へ預けて、中野、さあチアゴアウベスと呼んでいた。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。
滝谷ボールを奪いに行きます。体を張ったプレー。杉田島袋ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。オーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、はい、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。中川リズムを刻む、組み立てながら攻め上がっていく、シュートー。前半の3分の1が経過しました。藤枝も IFC はここまでポゼッションを見ると相手を上回っているんですが、まだ決定的といえるチャンスは作れていません。まあ持たされている感じはあるんですけど、思うようにやらせていない相手を褒めるべきかもしれませんよね。ボールを握りながらどこかでギアを入れていきたいですよね。おっと危ない、開いた、シュートー。まあクリアが精一杯ですよね。エウシーニョ裏へのスルーパス、島袋杉田いけるか。さあ左へ預けて、これは森杉本へ、さあ右へ預けて中野、さあチアゴアウベスと呼んでいた。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。滝谷ボールを奪いに行きます。体を張ったプレー。杉田島袋ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあ右へ預けて中野、さあチアゴアウベスと呼んでいた。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。滝谷ボールを奪いに行きます。体を張ったプレー。杉田島袋ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。中川へここは繋がりません。レフリーファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。藤枝としては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ挙げるとすればやはり